高知プレキューチャンネル、ウルトラすごいゲストをお招きしています。読売巨人軍スカウト部長、水野勝人さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ウルトラです。ウルトラですか。今年2022年、本当嬉しかったのは、うん、浅野翔吾選手を引き当てたことですよ。ねえ、抽選で。いや、本当ね、うん、1年生の秋に、はい、森木から打ったんですよ。あ、高知高校。高知高校の、うんうんうん。もうね、1年の時からもう振りが違った。高校生の中で。でも棋士担当スカウトだったんですけど、間違いなく12球団どっかの1位になるよこの子はって、その時点で、うん、いや絶対追いかけとけって、はあ、でも見るたんびに行くたんびに打つの、はあ、でもまた振りが違う、これはねもう本当に今までの高校生のスイングの中ではもうナンバーワンだね、はあ、